よしみさん、こんにちは、お久しぶりです。こんにちは、あずなさん、<laughs> お世話になってます。<laughs> お元気ですか?。はい、元気にしております。今日もウィンはいい天気で。はい、もう、なんか、素晴らしいですよね。な真夏真っ盛り。そうですね。やっとね、ちょっとこう、はい、コロナの規制も、ねはい。はい。もうやっと。やっと、ねも。もうなんか、冬が一年、どーっと続いた感じ。ですね。はい。私も夏を満喫しております。仕事せずに。 はい、いや今回はあのエスタハーチ財団が主催する、えー、野外オペラにお越しいただいてその感想をぜひ伺おうと思って2人でこうやって、はい、あのビデオであ、はい、残しながらですね皆さんにエスタハーチのことを紹介させていただければと思って、はい、お声がけさせていただいてありがとうございます。はい、お時間、はい、ありががとうございまますす <laughs> 本当にあの2日前ですよねあプレミエが始まる はい、フォアプレミアでてドイツ語で言うんですけど、その、はいわゆる最終リハーサルに、吉木さんからご招待いただきまして、はい、この間のクリスティアン、私の,あの旦那さんなんですと一緒に、はい、行かせていただいて、はい、ありがとうございました。本当にあの、すごく感動しました。<laughs> いや、ありがとうございます。いやまだまだあのエスタハージー あの日本のお客様にはまだまだ知られてないので、うん、まあ財団も含めてスタールのことをこれからちょっといろんな形でねオンラインサロンも今なんかものすごい日本では流行ってるということなので、はい、こういうツールも使いながらいろいろこまごまとオンラインサロンなどもしながらご紹介できしていければなと思っております。まあこれ,これあの一般的に出回っている はい、あのロゴだけど、まあ、なんですけど中国の方をイメージしてる割にはなんとなくこうちょっと日本的なタッチも入って混ざってますねみたいな感じなんですけれども <laughs> まああのえっと良かったあのどうですか感想とりあえず先に。いや,いやあのね本当にあの何て言うんですかねこの大きな岩を切り裂いたところに。はい オペラの舞台を設置したっていう感じでよろしいんですか、ね、そうですねあのねもともと採石場で、うん、とウィーンから50キロぐらい離れた場所にありますでしょ、はいはい、でまあ送るまでまああの観スとかしなければ1時間もあれば到着するという分かりやすい場所にもあるんですけれどももともとこの採石場はウィーンのリンク通りを作ったり。 それからステファン・ジンを作りましたという記録が残ってまして<ー>えと2000年以降あのそのすぐそばにあるノイズ・イドラ湖っという湖があるんですね、うん、これオーストラリアで一番大きな湖なんですけれども、はい、そ、ねはい、とことその湖とその周辺地域という形で、えー、昔から作られていたあのワイン畑とそれからこの採石場と、はい、まあその近辺周囲の村々を 含めてあの2000年でに世界遺産に登録されてます。<ー>で、旧石ああの採石場はですね、今も、まあ、大量ではないんですけれども、あの採石は続けられていて<ー>えと、ここはですから、ちょっと今、画像をイメージ画像をシェアさせていただきましょうかね、早速。はい、お願いいたします。ここれれ画像見見ええててままますすかねねこれがは舞台始まる はい,はい、前のカ,カーソルを動かすと見えるんでしょうかね。これはいはい、カーソル見えます。はい、見えます。はい、で、ここが、この辺りが舞台で、ま、この下があの観客席で、はい、右手の上に見えます、これね、これがもうすでに、はい、あのここがもう、 もともとの,元々の解析採石場の,この石,石ですね、か絶壁にこう切,、はい、切り出してるのでまっすぐ縦にバーンと舞台の後ろ側に見えるあの、そうですかね、そうですね。うん、もうでオペラででは舞台の,この上も使使っっててすね、うん、もう全部フル,フルに使って あのオ,オペラをもうなんかダイナミックに楽しんでいただくっていうのが醍醐味になってます、はい、いや、うん、もうあのこの右,右,右側の岸壁から忍者が降りてきてる時はびっくり。ちょっとネタバレになってしまうのであれなんですけれども <laughs> 結構あれちょっとドキドキしましたよね落ちるんじゃないかいや。 もう、あの、本当にオペ、これ、オペラかなっていうぐらい、すごく、あの、おもうん、本当に細かいところまで演出がなされていて、すごいったで、ね、スペクタクルな感じで、もう<ー>、本当にショー、ショーっていう感じで、もう、うね、私、オペラって結構途中で飽きちゃうんですよ、なんか、<laughs> あの。あそうなんですか。 だけどこれはすごくずっと動きがあって誰かが何かをずっとやってるっていう感じであのすごく引き込まれてもちろんあの、ええ、歌手の皆様も素晴らしかったんですけど、ええええ、特にあの舞台美術と演出にもう。 もともと、まあ、この場所でオペラは15年以上前から開催はあったんですけれども、まあ、56年前から私たちの主催からその舞台衣装から全部デザインから全部やるっていうふうに。 あのーうん、なってきてまして、きましただ単に場所でそはエスタハーアージ財団が所有している採石場を使ってオペラをただやっていて、うん、で、そのサポートに入るではなくて自分からも自ら会社を立ち上げてこ、うん、のオペラの実現のために、うん、まあいろんなスポンサーを募ったり、うん、もうべてその。 演出家から歌い手からオーディションから全部ですね<や>あの仕切って、まあ、以前も一部やってたんですけれども別会社に委託みたいな感じのやり方ではなくって自分の財団の,あの,まああのまあトップの一人がそのこのもうオペラにかか,っきりかかりっきりの担当になってですねで全部それを仕切ってます。でまあ、オペラこういうい 野外オペラってヨーロッパにいろいろあると思うんですけれども 2>,、はいやね、2年ぐらい前から準備するんです今回のあの,、うん、あのトゥーランドットですねこのトゥーランドットは、はいはい、えっと一昨年にこれを去年にやるというので準備でで、はい、準備してました、はい、で去年は中止になってしまったので,で、ね、コロナ禍でねはいでステージデザインは出来上がってたわけですよあのミニチュアでこう見せる感じでなのでまあそれを使って で、やるということで、うん、私昨日見てて、すごい印象的だったのこの色合い、こご覧いただけたんだけど。あの、赤で、赤で、残高じゃないですか。なんか、青だったりとか、こういういろんなカラフル、ういろんな、はい、いいその場、うん、あのー、うん、場面に合わせて。こう、いろんな、なんていうんですかね。 もう演出ですすよねすごく光と映像を使ったすごい幻想的なね。えちょっとね。もうすごいあの、はい、すごいもう引き込まれました本当に、ねびっ。私もちょっと今回はびっくりしましてやっぱりトゥーランドットっていうオペラも久しぶりにライブで見たんですよ。いやトゥーランドットは見たことはあるけれども。 今、音が出てしまったショートビデオもちょっと撮ったんですけれどもなんかコピーライトに引っかかっちゃうのでちょっと見せられないと思うんですけどえっと、こんな感じに。これーランドがから出てくる

すごく頑張ってされてるってう、まあ、それも素晴らしかったんですけど今回は中国のなんか伝統的な文化となんかこう色とかそのコスプレとかその衣装なんかすごいなんかもう中国ってこれぞ中国っていうような特化されてたんですごいなんかすごいなんかうわーって感じでしたね。 そうね、いや結構お金かけて、うん、やっぱり1年空いた分皆さんにドンと見せたかったのかもしれないですよねあその辺ちょっと詳しくないんですけれどもちょっとこ,このこのアリアだけは。ね。でもなんか。 音声は入りませんけど。動きだけですね。あ,あ、そうですか。はい、いや、私は音入るんですけど、じゃ、あそっち伝わらないってことなんですね。こっ,こっちの方には入ってないですね。あ,あ、そうですか。はい、いや、あの、やっぱりビデオになると、画像の質が悪くなるので。これ、いずれ、なんていうんですか。D. V. D. みたいなのが出るので。あじゃあ、あの、いくつか、こう、なんていうんですかね。あの、触媒みたいに、私を通して。はい,はい、はい。 あか <coughs> 皆さんにこう手元に伝わるように何か方法を考えたいなと思ってますはい、はい。あ写真のとこもう一回行ってみてもらっていいですか、うん、今はいえー、っとどっからにしうかなはい、はい。いやなんかねぜひねあのお買い求め頂い,いたらいやもうあの雰囲気が全然やっぱビデオあの音声が入ると特にねわあのゲネラルプローベのその最初リハーサルの時は。 私の好みですけどあのトゥーランドット役と竜の役の2人の女性がもう素晴らしかったなっていうもう竜がもう当にあに亡くなるあのシーンとかも引き込まれてもうあってもうずっともう舞台釘付けでしたええええいやもうなんかねあのトゥーランドットのやはりそのなんていうのかな あのドまあ、オペラのストーリーはネットに載ってるのであれですけれども、うん、その女心があるんだっていうその部分これまではこうものすごく冷酷な人っていう感じの一幕の部分と、うん、でやっぱりそうじゃないんだって生きてる人間なんだっていうような感じの表し方ですごくこう。 なんて言うんですかね、彼女の動揺がすごくよ,よく演出されてたなと思ってもう本当に。うん、あ,のあとやっ,ぱりそのやっぱり貴族社会とその奴,隷奴隷であるっていうそのやっぱ格差でやっぱり竜はカラフと結婚できないっていうかもうそういう恋愛もできないっていうそのね その社会とかのやっぱりそこが犠牲になって2人が成就するっていう。そのそそのストーリーがすごく野外でこんなに大きな大きな舞台です。ごい大きな会場なのに、それが感情が伝わっ、うんうん、舞台から伝わ,伝わうん。結構ね。伝わってましたよね。なかなかそういうの見れる機会ないんですけど、それと伝わってきたんで、やっぱり。うんうん もうあの泣きそう、泣きそうになりながら見てました。えー、マジですかいや、それはなかったんですけど。いや <laughs>、うもう横で、もうなんか多分、あ、泣いてるのかなと思いながら。ああ、いや。えー、えー、あの、まあ、トゥーランドとはイタリア語が言語じゃないですか。えー、で、あの、字幕はドイツ語でされているので、はい、まあ、もし、その、イタリア語はドイツ語がわからないあの、まあ、日本人の方で、うん、お客様で、まあ,日本あの、ですと、やっぱり前もってちょっと、 準備されて、<laughs> あどういうオペラかね、最後に作った作曲したあ、ね、作品でとても見応えがあるなと思いますので是非是非今年は日本からっていうのはちょっとも難しい状況なんですけれどもでも来年は。 多分あの旅行できると思うんでね日本からも、ね、そうですねそうならないとおかしいなと私は思うんですけど、はい、まあ、はい、来年は一応ナブッコにも決定しておりましそうですねナブッコまたね、はい、素晴らしいオペラそうですそうです。はい、であのナブッコは採石場に一番合う。うん ああのオペラじゃないかなと私的には思うんですよね。ナ、うんまあ、ナブブッッココ、うん、ああいいいいうんううううう外でではい、はい、オペラが展開されれるようななものののそ合とはすすごく思います、うん、まあ、これまでね、えっと、ナブッコからアイダらあーダトスカ、うん はいはい、それから魔敵サーバフーフルーキ、はい。はい。それで今回トゥーランドットっていう感じでいろんなのをあの発表してきたんですけれども、はい、えとトスカの時でしたかねステージデザインで賞、うん、を頂い,いてるんです、えー、ヨーロッパのなん,かなんかオペラあるじゃないですかいろいろなそういうのをこう全部集めてデザインという意味では 賞をもらっているのすごう、うん、くこうそこには毎年こう力を入れてやってるんですけども、はいまあ、それプラス今回はあの歌手の,あの力量というか技量というのがもうフルに発揮されてる演出になってるぞみたいな感じで、はい、もうのすごくおすすめできるなと思って嬉れしく思ってますそうもう本当にあのオペラのことをあまり,あまり知らない人でも一応、まあ、あらすじだけは前もって調べといてもらえれば。 あとはもう見て楽しめますよね。そうですよね。そんなに難しいストーリーでもないし。うんうんうん。なんかもう本当にもう本当あのなんて言うんですかサーカスみたいな感じ感じ。<笑><笑><笑>なんかだっ<当>火をまうこれあと回す人もいればそうそうそう,そういろんな人がもう舞台上にいて、うん、なんかもうそのそれを見てるだけでも楽しいし。ねあの火を回すあのまあ 忍者舞台とでも言いましょうか。はいはい、あの黒子たちはですね、ねあの二幕と三幕を繋いでる人たちだと思いますよ。ああそうでそうですそうですそうですそうでした。だからあの休憩は一幕と二幕の間だけにして、そうですね。はいはい。あそこ繋ぐ感じで、さ、はい。さーっと三幕に行くっていうて、はい、はい。感じに。あのそれからなんかウィーンからね、あのそこここのオペラの会場まで。 あのシャトルバスも出てますので全然観光客のお客様の,、はい、あの行きと帰り、ね、あのご無事に、ね、ウィーンに戻られることもできるそ会場はもちろんバスで来ていただいたあとそのバス停からさらにあのバリアフリーで、はい、さらに場,場内だけのバスが行ったり来たりするんですよ。 ですから本当、完璧にバリアフリーに前もってもちろんね、はい、あの車、椅子ですとか歩けませんとか登録はあのお知らせしとかなきゃいけないと思うんですけれども、はいはい、そういうサービスの対応はい、はい、なんか今ちょっと画面が止まりましたね。 どうでしょうということでもしもあのー、ね日本のお客様来年来たいわっていう方がいましたら私高山の方またはね芳美さんの方にご一報いただけましたらチケットもご用意できますしねえ美さん聞こえてるかな じゃあ1回止めまーす。